こんばんは、皆さん。えー、一週間のご無沙汰です。えー、YouTube の時間が始まりました。DJ t a k a y k i です。今週も30分間よろしくお願いします。えー、今日は6月17日の金曜日ということで、もうね、梅雨もね、ようやく明けましたね、皆さん。もうハッピー梅雨 分 <laughs> からんけど何 <laughs>、えー、て言いますかもう今日もね張り切っていきますんでねよろしくお願いしますよ皆さんえー、メール待ってます 797-FM ギノワンドット COM797-FM ギノワンドット COM で待ってますからね皆さん今すぐ送ってくださいよろしくえー、ツイキャスなんかもコメントよろしくお願いします ああとねあのサイマルラジオっちゅうのもねありますからね、えー、電波の入らないみんなって電波を使って呼びかけても無駄だと思うけど、<laughs> 一応言っときます、電波の入らないみんな <laughs> サイマルラジオやパソコンでも見れるからよろしくね。はい <laughs> えー、先週がね、ちょっとあのー、収録放送だったんでね、僕、久しぶりにこうスタジオに来てます、えー、久しぶりにね、あの柳美えさんとか、つかっちゃんの顔を見て、今日ね、つかっちゃんとね、僕、T シャツがお揃いなんですよ。今日つかっちゃん見たら、黒い T シャツだったんでね、僕も今日黒い T シャツなんでね、えー、ブラック T シャツっていう、えー、お笑いコンビを結成しました。イエーイ。 <laughs> えじゃあね今週も張り切っていただきたいと思いますよろしくお願いしますこの番組はボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ歯を守ることそれは命を守ること個人脱シカクリニックまるごとラスクが大好評のワイズサポート酒類全般輸入卸し通信販売上位ワイ商事 アパートの修繕リフォームならショーンプレイスの提供でお送りします。 はい、えー、改めましてこんばんは、えー、YouTube の時間です、えー、お相手は DJ マクワードの高木ですんでよろしくお願いします、えー、先週は収録放送でね先週ちょっとね、あのー、とっても素晴らしいね何時かの講演会にね、参加しておりまして、えー、とても有意義な時間を過ごさせていただきすいません、ちょっとラジオはお休みさせていただいたんですけどその分その講演会で得たものを また今週からどん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 こうアウトプットしていきますんでね、えー、楽しみにしていてください早速メール来ております紹介しましょうかよ、えー、田さんスタッフの皆さんこんばんは梅雨明けましたねいえハッピーハッピー梅雨2016年夏始まりましたねセミも元気よく鳴いてるし楽しいこと始まりそうな予感いっぱいですねあ30分番組 今日も最後まで頑張ってくださいね、えー。ラジオネームが白山団地の三条さんです。ありがとうございました。Thank you、えー。今年の夏もたくさんメール待ってますんでよろしくお願いしますね。まあ本当に夏ですよね。もうね、セミもガンガン鳴いてますけど、でも今年はね、こう、不思議なことに台風がまだ一個も発生してないという恐ろしい状態になっておりますよ。もうまとめてこなければいいけどね。 もうどうせだったら台風1個も来なかったっていうのもありかなと思ったんですけどでも台風は台風でねやっぱある程度来てくれないとねちょっとあの何て言うんですかね、まあ、聞いたところによるとこう海の中のねこう海水をかき混ぜてくれるらしいんですよね台風のこう風とかがねだからやっぱそういうのも必要らしいですようんまあね被害があったら困りますけど、まあ、ある程度 まあ台風なりなんなりねあの来るべき時に来るものが来るという、うん、<laughs> そういうのがそういうスタンスが一番いいんじゃないかなと思っております、えー、メールね引き続きお待ちしてますんでよろしくお願いします現在、えー、採用率100%でございますほらあのラジオネームにゃんさんからも今来て今呼ぶね産地直送みたいな感じで僕やってますんでねかよださんこんばんは。 えー、ラジオネームは、ラジオネームにゃーんさんです。にゃーんさん、えー。来週は私は21歳の誕生日。おめでとう。えー、20歳最後の1週間楽しみたいです。にゃーんと。にゃんさんは、えー、21歳になるということで。はい、おめでとう。 えー、なんかね、あのー、あげたいよ、うん、だからあのギャラリーまで来たらなんかあげるよあの、使っちゃうのなんかもらっていいから、ど、あのー、どんどん来てくくださいいよろししお願いします二十、えー、歳最後の1週間ね、そうね、1週間さね、ね1週間あれば大体何でもできるから、もうやり残したことは全部やった方がいいよ、にゃんさん。 だって神様だって1週間で世界作ったらしいからさもう何でもできるよはっきり言ってだからやった方がいいニャンさんえー、で何をやったかっちゅうのを来週レポートしてください <laughs> よろしくお願いしますねうん、えー、それでねなんかあのあれよあっすげえニャンさんって 残りラストウィークでこんなことやったんだっていうふうに僕たちを感動させてくれたら、えー、もうあれよ僕からあの黒い T シャツプレゼント、うん、<laughs> あのブラック T シャツに入れるからさ、うん、ぜひよろしくお願いします、えー、メール待ってますよろしくお願いします、えー、ツイキャスでもね、あのー、どんどんこう何ていうんですか つぶやいたりなんとかしちあっ萱田さん兄ちゃんもねありがとうございます萱田さん久しぶりですってことですね萱田さん相変わらずかっこいいですねもう本当にあ全然そういうこと書いてません萱 <laughs> 田さん久しぶりです頑張ってくださいとねありがとうございますもう本当にもう勇気 えー、ガンガンもらいましたんでね今の兄ちゃんさんの言葉でね頑張りたいと思っております、えー、最初はねちょっとねあ今週はですねあの沖縄アーティスト特集ということでね、あのー、すごいいろんないい、えー、沖縄のアーティストをガンガンかけますで今日はの入門編ということでね、えー、その後またあの何て言うんですか一、あのー、人ずつ紹介していくので、えー、今週はちょっと入門編ということでいろんなアーティストをかけていきたいと思っておりますんでよろしくお願いします。 その前に、えー、私の今週をちょっとね振り返ってみようと思ったんですが僕全然まめな人間じゃなくてはっきり言ってもう日記とかメモとかほとんどしないんで1週間前のことってもう大体忘れてるんですよ本当にでこれじゃいかんということでで何かいい方法はないかなと思ったら僕 Facebook で毎日だん何,何かしらをこうアップしてるわけですね Facebook でだからあそれを振り返ればいいじゃないかとつい 先ほど思思いいつきまましててて、えー、ちょっっっととそれをやってみたいなと思っております、まあ、どうせだったらね、まあ、1週間前ぐらいのやつからちょっと振り返ってみたいなと思ってるんでね、えー、それをちょっと今フェイスブックの方スマホを見ながらなんですけどねまあ、えー、1週間前ということは先週の、えー、と今日が 17, 17だから10日か。 でもね僕のフェイスブックね見てくれたら大体わかると思うんですけどすごい内容がしょぼいです。<laughs> 僕あの娘にも言われましたからお父さんのフェイスブックしょぼいって、うん、<laughs> 確かにそうだなと思いますよ例えばですね、えー、っとこれが6月13日の僕のアップしたやつえー、っとね漫画喫茶のことを書いてます。<laughs> かななりしょうもないですこれ <laughs> まあ説明しても全然面白くないんですけど、まあ、とにかく、まあ、とりあえず説明すると「ですねあの静かなあるドン」ていう漫画があるんですよ。僕読んだこと全然ないんですけどこの漫画がねこう漫画喫茶で棚にいっぱい並んでいてそれが火に焼けてあの背表紙が薄くなってるわけもう字がもうだんだん薄くなってるわけねで。大体の漫画喫茶ってそれで終わってるんだけど僕がこの時行った漫画喫茶はかなりすごくて。 この「静かなるドン」っていう薄くなったタイトルをね全部よ全部もう何十巻ってあるやつ全部マジックでもう一回書いてたんですよ <laughs> ここのスタッフ何回書いたんかなと思ってね <laughs> もう嫌になるぐらい静かなるドンっていう文字を書いたと思うんですね <laughs> 多分ここのスタッフ一生分静かなるドンを書いたと思うんですよ <laughs> でよく考えてみたら 一回も普通の人生で静かなるドンという言葉は書かないなと思ったんで、えー、アップしました以上です <laughs> 現場からは以上ですはいで次その次の日えー、っとね次の日はあの朝ごはんに、えー、100円そばと沖縄の、えー、ジューシーおにぎりを食べたっていう話が載っています <laughs> し<ょぼ> <laughs> そ,その同じく13日 <laughs> <laughs> さっきのそば食べたっていう話が朝でしょ9時, ?9 時ぐらい。で、次、あの同じく13日の4時ごろ、3時、3時5分、鳩、えー、鳩、鳩 <laughs> を見てなんかあの、つぶやいてます。<laughs> し,しょうもない。<laughs> 我ながらしょうもない。でもね。 ありががたたいいことにくくさんんコメントくれる人がいる人ですよもう本当に嬉しい僕のフェイスブックフレンズみんな優しいで一応、ね、僕のこのフェイスブックの内容を見たいっていう方はあのぜひあの検索してですね「かようだか行き」で検索してあのメッセージを送ってくださいあの「YouTube 聞きました」っていうふうに送ってくれると、あのー、すぐにこう承認ですからぜひ僕とつながってみてくださいね。<laughs> すごいこういうネタでもたまにはねこうあの迷い犬の,あの情報をシェアしてたりそういうこともやってますうんあとあの僕リフォーム屋さんなんですけどあの現場のおやつにホットケーキを焼いてくれたっていうちょっと心温まる話もありますんでまあそういうのを見ながらえ楽しんでみてくださいよろしくお願いします。まず今週の1曲 今週の1曲は素敵なアーティスト、まあ、今週はね、沖縄アーティスト特集なんでね、えー、今週の1曲も、えー、沖縄アーティストでいきたいと思っております。まあ、僕の敬愛する、えー、ミュージシャンも何度もね、かけてますけど、えー、ローリーさんのね、曲、えー、もうね、やっぱり梅雨明けしてね、もうこれから夏真っ盛り、夏全開でいきますんで、えー、そんな中、えー、夏っぽい曲を1曲、まあ、夏っぽいって言っても、もうこれはもう本当に。 素晴らしい特別な感じの夏の曲です聞、えー、いてください、えー、ローリーで特別な夏 本当にいい曲ですね、えー。お届けしているのはローリーさんで特別な夏という曲でした。もう最高ですね。このザ・ワールツ、えー、今年のピースフルラブロックフェスティバル、えー、に出演します。日曜日の出演です、えー。僕もぜひ見に行きたいと思ってますんで楽しみです。よろしくお願いします。はい、えー、とですね、ちょっと曲をかけながらなんですが、 えー、メッセージ紹介しましょう。えー、カフェブルークレールさん、えー、西脇さんからメールが届いております。DJ マクワードの高幸さん。はい。<laughs> こんばんは、えーこ。今日はバッチリ聞いてますよ。 梅雨明けしましたね、えー。仕事も頑張りながら遊びもガンガン行きたいですね。今日も楽しい番組期待しています。西脇よりということで、えー、沖,縄沖縄県宜野湾市大蛇穴にありますカフェブルークレールさんの、えー、西脇さんからメールいただきました。ありがとうございます。本当ですね、もう梅雨明けなんでね、夏本番来ますんで、えー、仕事もね、もう頑張りながら遊びもガンガン行きたいという感じで。 もね、西脇さんなんかあの人生エンジョイしてる感じなんでね僕ちょっと見習いたいなーって思ってますんでよろしくお願いしますはい、えー、じゃあもう一つメール紹介させてくださいね枯、えー、田さんスタッフの皆さんこんばんはラジオネームはなぽこさんあはなぽこさんありがとう、えー、久しぶりだね嬉しいね、えー、今日はパソコンから聞いておりますということは僕が見えてますね <laughs> むんむん <laughs>、えー 今,日のあ今週の火曜日から風邪をひいてしまい、マジっすか、今も続いております、来週からテストが始まりますので、一日でも早く治したいです。ということでね、えー、夏風邪は、ね、長引くって言いますから、本当に気をつけてくださいね、花ポこさんね、えーと。じゃあもう、治るようにね、ちょっとあのー、今、おまじないをしますんで、いきますよ。 はいオオッケー <laughs> オッケケーーも, <laughs> も,も,、うん、もうおまじないで俺のおまじない聞くからさもう治るよ、うん、だからねあの今日はあのちゃんと薬飲んであのゆっくり眠ってね <laughs> はいありがとうございました、えー、今日はねちょっとあの後半戦、えー、と沖縄アーティスト特集ということでお送りしますがまず一つ あ、今日は先ほども言いましたけど、今日はあの沖縄アーティスト、沖縄ロックミュージシャンバージョンで行きます。しかもそれのそれのね。ちょっとあの触りだけ。もうパッパパッと今日はね。ちょっとあの生かしてもらうんでえー、その後またあの何て言うんですか？しっかり。人アーティストずつやっていきます。 じゃあまずはですねこの方から紹介しましょう、えー、沖縄のアーティストといえばもうこの方はねすごいですよ、えー、ウィリーさんですねウィリーさんもねあのジョージ・紫プロジェクトとか他にもいろんなバンドで活躍されてますけれども、えー、ウィリーさんの曲これはね「ね、えー、ヴィンテージ・ワックス」というね、えー、アルバムですねこのアルバムからの「えー、ジェラスガイ ね、ジョン・レノンの曲の「ジェラスガイ」をカバーしているのをちょっと聴いてくださいウィリーさんはね本当にもうオリジナリティあふれるボーカルスタイルでねすごいもうカバーといえどもねもう本当に自分の曲としてもういていいぐらい。 オリジナリティが溢れてますんでね、本当に素晴らしいアーティストです。えー、一昨年、去年ぐらいかな、ライブも見に行って、えー、すごい良かったんでね、また見に行きたいと思っております。えー、ウィリーさんでした。 え続きましてですね、えー、ま本当にね、今日はねもうちょっとしか紹介できないんですけど、もう一つねあの沖縄アーチとま紹介させてください。その次はえー、まあ、えー、チビさん率いるザゾディアックですね。もう本当にね、えー、ゾディアック。 僕がちょっと高校生の頃にね、ゾディアックはデビューしてますね。まあその前にも紫でね、たくさんやってましたけどね、えー、ゾディアックとしてはまあ僕が高校生の頃、えー、ですね、えー、ちょっと出てきて、もうすごいかっこいいなと思ってね、まあ、この1曲目今からおかけする、マジックマウンティンウェイは前もちょっとかけましたけれども、もう本当にかっこいい曲ですね。もうまずは聴いてください。これな、あのイントロもね、いいんですよ。これこれの 飛行機のこの,この音からね、来るんですよ、このマジックマウンティンウェイはね。まあ、あの紫でもね、やってましたけど、これは改めてね、レコーディングした、えー、ゾディアックの曲ですね、えー。ほら、来ましたね。もう本当にね、もうこれ、もうイントロだけでね、もう、もわーってなるんですよ。うわーって <laughs> 本当にテンションが上がります。で、チリさん、何がすごいってね、今でもね、もうこれだけパワフルにね、もう、ロック、えー、ドラムを叩きまくるところがね、 めちゃくちゃかっこいいと思います。ここから来ますよ、皆さん。えー、いくよ、来るよ、来るよ、来るよ、みんな、いくぜ、みんな、拳の準備はいいか、拳の準備はいいか。I <feel> ああ、いいね。<laughs> はい、こちらがゾディアックの曲でマジックマウンティンウェイ。このアルバムも最高です。今はなき海岸倉庫での、えー、ジャケット写,、えー、写真が使われてますね、えー。かっこいいナンバーです。よろしくお願いします。とかなんとか言ってるうちに番組ももう終わりの時間にやってきましたよ。はい、この番組はボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ。 歯を守ることそれは命を守ることコーチンダーシカークリニック丸ごとラスクが大好評のワイズサポート酒類全般輸入卸し通信販売上 EY 商事アパートの修繕リフォームならショーンプレスの提供でお送りしましたえー、もうね夏といえばロックロックといえばピースフルラブロックフェスティバルえー、前ね、あのー、遊びに来てくれたハイバルビブアップスさんも その、えー、今年日曜日に出演しますね。先ほどのザ・ワールズも出ますんで、もうね、楽しみですよ。もう昼から行ってめちゃくちゃ盛り上がろうと思ってますんでね。<laughs> まあでもあれよ熱中症、熱中症対策はしっかりしていかないと本気でやばいからね。<laughs> まあそんな感じで。 今週もお届けしましたけどいかがだったでしょうか、えー、あっという間の30分でしたね。兄、えー、ちゃんさんね、あのー、またね、あのー、コメント送ってください。今週もメールありがとうございました。また来週もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。えー、今日はね、もうこの、えー、ゾディアクのマジックマウンティンウェイを聞きながらお別れしたいと思っておりますよ。来週は6月24日の えー、YouTube は、えー、オカリナ奏者の千那直樹さんが登場しますので、ね、お楽しみにしていてください。うわこの薫さんのギターソロもね最高なんですよね。うわ来た来た来たベイベーっ <laughs> すっかり、えー、公共の電波を私物化しておるかいわたかいぎですが <laughs> でもいいですね。 いいねー。こっからのギターソロも最高ですよ。はい、じゃあ、お時間いっぱいとなってきました。え、お相手はマクアドル高木でした。 じゃあまた来週もお会いしましょう !YouTube でしたバイバイ